当は松本知事よりお願いいたします。お願いいたします。蒲田駅西口鉄道の皆様、ご通行する皆様、そして勝俣家族のために応援に駆けつけていただきました皆さん、こんにちは。ありがとうございます。東京に立ち上がった勝俣でございます。いよいよこの選挙戦も今日で3日目となりました。今日も元気に遊説活動を行っております。最後の最後までの力強いご支援、勝俣聡にどうぞよろしくお願い申し上げます。それではご存知のように勝俣聡の街頭演説会を行わさせていただきます。しばらくの間ご近隣の皆様、ご理解ご協力どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは本日は総務ご多忙の中、松原忠義氏大田市長が勝俣頑張れと応援に駆けつけていただきました。松原市長より応援のメールをいただきたいと思います。市長よろしくお願い申し上げます。どうも皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました大田区長の松原でございます。今日は勝俣聡さんの応援にお邪魔させていただきました。勝俣聡さんと私も区議会に東京都議会から戻ってちょうど14年になります。4期生で大活躍で、各議長さんとかですね、党の方の幹事長さん、本当に区議会において重要な、本当に重要なポジションで、いろんな大田区の重要なことをリードしてくださいました。それが勝俣さんでございますから、勝俣さんが東京都議会で出て、藤井先生もいらっしゃっていますが、藤井先生の後を継いでですね、今回立候補するということで、必ず出してくださったのが、お役に立つ方でございますので、ぜひとも力強いご支援をいただきたいと思います。今回の選挙はですね、非常に私としてはやりにくい選挙ではないかなと思っています。と言いますのは、今までの選挙はコロナではありませんでしたから、たくさんの人に来ていただいて、そしてたくさんの演説会場を開いて、一人ずつこうね、対面でお願いすることができましたけど、コロナを避けなきゃいけませんで、選挙活動の運動の仕方が大変変わってきてですね、そこで対面するのが、やはり、皆さん方とお会いする人の皆さん方、そして一日の中を勝俣さんのために応援してくださっている方々、そういう皆様方のお一人お一人の勝俣さんを思う気持ちをですね、ぜひとも7月4日の投票日にはぶつけてほしいと思っています。今投票用紙が来ました。それでもう不在者投票ができますので、お知り合いの方がいらっしゃったらですね、なるべく早く危険のしないようにお声掛けをお願いいたしたいと思います。選挙は本当に一票違いで差が出る場合があります。区議会は特にそうです。今回の東京都議会の選挙もですね、一人二人はこう出るかもしれませんが、あとはどの世論調査を見ても横一線なんです。全部横一線なんです。決してこの世の中安全圏に入っているわけじゃない。そういった意味でぜひ皆さん方の力強いご支援を勝俣さんに応援お願いしたいなと思っています。今朝ね、私ポストを開けまして、今から一等をはじめに公明党さんのポストが書いてました。コロナ禍をリードする公明党と書いてありました。大きな人です。全くその通りでございまして、区議会におかれましても公明党の先生方がですね、先頭になって大田区のコロナ対策に取り組んでいただきたい。で、委員会だけじゃなくて、国や東京都の公明党の皆さん方ともですね、しっかりと手を組んでやっていただいております。そのおかげで、大田区も6月22日の日に、6万人をですね、60歳から64歳、高齢者は大体もう、だいぶ順調に行ってますから、今度は60歳から64歳。で、そして、その後、若い一般の方々まで、これを6月29日に接種券を45万枚発送します。
そして我々としては最終的にですね、11月の末くらいまでには何とか接種をやっていこうということですが、そのサッカーかけてくださったのが公明党さんなんですよ。本当にそうなんです。そういったことがやっぱりね、議会と行政側がしっかりと手を取るということが大事なんです。高尾先生もそのために何回も私もお話しさせていただきました。熱心だなと思いました。まあ、そういう熱心さが一番大事だと思います。そして皆さん方、この2年間ですね、コロナが続いてます。町の皆さん方、大阪は飲食店がものすごく多いんですよ。5500ぐらい飲食店の方が非常に困ってらっしゃるんですよね。それから商店街の方々の売り上げが下がって、こういう産業政策、あるいは生活そのものを支えていく、そういったことをしていかなきゃいけないんですが、これも公明党の皆さん方のおかげさまで、デジタル商品券って東京都の助成事業なんですが、これを使ってスマホをかざすとデジタル化で商品券が買えるという、こういう形になりました。だから都政の制度がついてるんですね。都政の制度についてもいっぱいあります。今度は児童相談所を作らなきゃいけないんですが、児童相談所はもともと東京都の事業なんですね。虐待が多いとか不登校が多いとかですね、貧困であるとかいろいろ問題があるんです。そういった問題をやっぱり児童相談所はもともと東京都の事業でしたけど、今は区でもできるということになりました。ですから区がやりますが、その時に元は東京都ですから、東京都に出てもらって、小樽の児童相談所は早く作れると、そういうことを言ってくれるのがすごく大事なんですよね。だから区政と都政と中継ぎをしてくださったのが勝間さんだとしたら、私たちの生活はまさに勝間さんにかかってます。どうか皆さん、そういった意味で今回の選挙はすごいんですよ。15人ぐらい出てます。全部の規制の成功の人が全部出てます。それで横一線ですね、それから2人に届いてはあるのか、全部横一線です。皆さんの一つ一つ、一人一人のお声掛けが勝間さんを都政に送る原動力になります。皆さん応援してくださったんですが、しっかり応援して目的に達成しましょうよ。皆さん、どんどん皆さん方の力強い挑戦を、勝間さん、まとし、勝間さん、まとし、変わりますよ。心からお願いを申し上げて、私からの応援の言葉に対させていただきます。皆さん、頑張りましょう。ただいまは、勝間さん、頑張れと力強い応援の言葉をいただきました。松原忠義公約賞でございます。今一度大きな拍手をお願いいたします。今日本当にお見せしてくれありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、大変にお待たせをいたしました。東京に確かな力、勝間忠義を皆様にご紹介申し上げます。ただいまご紹介をいただきました東京に確かな力、勝間忠義でございます。本日はお忙しい中、また遠慮のところ、このようにたくさんの皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまに勝間忠義挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。現在私、区議会議員をですね、4期14年、させていただいておりました。おかげさまで、区民相談も1万1000件を超える、区民相談を行わせていただきます。また、実績も280を超える実績を、公益支持の皆様と共に作らせていただきました。皆様方からですね、お悩みを、耳を傾け、真剣にお聞きし、またスピード感を持ってですね、そのお悩み、問題をですね、いかに解決できるかどうか、しっかりと対応させていただきまして、1万1000件を超える、また200件を超える、そういった指示を作らせていただきました。この14年間の区議会議員の中で、やはり大きな制度を作ったものの一つといたしまして、大田区でですね、日和金の、無料研修を実施することができました。私、県会議員をですね、やらせていただく前は、東邦大学大森
医病院で事務局に勤めておりまして、まあ、最後は一時間の補佐ということで、いろいろ患者さんと向き合う、そういった受付や会計、また保険請求業務をやらせていただいておりました。まあ、そこでですね、ドクターともいろいろ親しくなっておりまして、この大田区において、胃がんの検診にピロリ菌の検査を導入したらどうかということを、まあ、私、臨界になりましたということで、ご報告いただくときにですね、アドバイスをいただきまして、また平成22年の第4回定例会、まあ、11月に行われたわけですけれども、こちらの方で提案をさせていただきました。まあ、最初はですね、まあ、医師会の先生方も、行政の方々たちもですね、まあ、科学的な根拠がないということで、指定をされましたが、まあ、それからも何回となくですね、質問に立ちました。まあ、そのドクター、東邦大学のドクターいわくですね、この胃がんの検診、皆さん受けたことがあると思うんですけれども、バリウムを飲んでですね、非常に苦しい思いをして、まあ、横になってくださいということで、放射線を当ててですね、その胃の形を見て、その胃がんになってるかどうかというのが今の胃がん検診なんですね。まあ、そのドクターいわく、まあ胃の形を見て、今、胃がんになる、なっているかどうか確認することも確かに重要だけれども、ピロリ菌が胃の中にいることによって、将来、胃がんになるリスクがあるかどうか、可能性があるかどうか、そういったことをですね、先に検診した方が発生じゃないでしょうかというご相談をアドバイスをいただきまして、まあ、先ほど言いました通り、平成22年からずっと取り上げてまいりました。まあ、なかなか最初難しかったけれども、方言とのですね、秋の行動という参勤員がいらっしゃいます。まあ、この方はですね、お医者さんなんですけれども、まあ、北海道大学の教授とタッグを組んでですね、国を動かしまして、このピロリ菌と除菌の保険適用範囲を広げたんですね。それによりまして、まあ、今まで反対していた医師会の先生方からですね、方言党との懇談会の時に逆に、先生方からですね、ぜひ導入したらどうかということでご要望いただきまして、これでですね、私も、行政にまた再度要望を質問させていただいて、現在、実現をしたわけでございます。まあ、新成人というところで、不具合がございますけれども、まあ、予算的な部分とかいろいろあるので、まあ、そういったところになってますが、私、東京都に行かせて、働かせていただければですね、まあ、東京都の方で予算配分、また考えて、大田区にそのピロリ菌の検査のためのですね、予算を配分すれば、またこの年齢層もですね、広がっていく可能性も出てありますので、そういった意味でも、この都民の皆様のですね、健康をしっかりと守っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。私、現在ですね、この都議会議員候補として、戦わせていただいておりますけれども、3つの無償化という政策を掲げさせていただいております。まず1つはですね、保育料の無償化でございます。やはり子育てにはですね、非常にお金がかかります。まあ、少子化対策というところで、ぜひそういった、保育料の無償化を進めていきたいというふうに考えております。まあ、現在ですね、国の方で全世代型社会保障の充実ということで、まあ、お子さんもですね、3歳以上の保育料無償化になっています。そして住民税非課税世帯については0歳、1歳、2歳のお子様については無償になっています。そこで都議会ですね、東京都議会公明党が質問をいたしまして、まあ、こういった質問をやり取りする中で課税世帯についても、まあ、無償化の提案を進めましょうということになりまして、まあ、第2子については保育料を半額、このように決めました。第三子が無料となっておりますが、これは私ですね、勝田の佐藤、さらにこれを拡充していきたいと思っております。第一子の保育料の半額をですね、無料にしていきたい、そのように考えております。また2点目の無償化で、ございます。現在、大田区では子どもの補助金無料になっております。まあ、これもですね、都議会公明党が質問をさせていただきました。公明党のですね、浜吉さんという参議員がいらっしゃいまして、先ほどご挨拶いただきました、松原区長の前日の市の区長の議会でですね、37,115 の署名を集めまして、市の区長に提出することによりまして、まあ、全国でですね、初めてと言っていいぐらいなんですけれども、先進的にこの子どもの医
中学3年生まで部長となっております。そこで私ですね、さらにこの子育て支援しっかり頑張っていきたいというそういった決意のもと、これを高校3年生まで部長にできるようにしっかりと取り組んでいきたい、そのように考えております。また3つ目の部長課で、ございます。高齢者の方の命と健康を守るための肺炎球菌ワクチンというのがございます。なぜこれ高齢者の方の命と健康を守るのかといいますと、肺炎で亡くなる方の 98% が65歳以上の高齢者と言われております。国もですね、この必要性を認めまして、2014年から国の定期接種に指定して、通常ですと8000から9000円するワクチンなんですけれども、陽性で接種できる、そういった助成制度を作っておりますが、なかなか接種率が上がっていません。そういった意味ではですね、やはりですね、お金がかかるからということで躊躇して、ね、健康を害するようなことは絶対にあってはならないというふうに私、勝間さんと考えております。さらに東京都の予算を使いながらですね、2500名をさらに調整して1500名で接種できる、そういった仕組みをですね、私、勝間さんと作ってまいりたいと思っております。この3つの部署でですね、都民、区民の皆様の、生命と財産、健康を守るためにですね、命を守るために、しっかりと働きたい、行きたい、このように決意をしているところでございます。先ほどの市長からもお話がありました。今非常に私、勝間さんと戦後しております。当落戦場でなかなか、そこから出していけない、そんな苦戦している状況でございます。どうか本日お集まりの皆様、お一人お一人のお力をいただきまして、私勝俣さんとしてですね、都議会に送っていただければというふうに考えております。どうかよろしくお願いをいたします。働いてください、働いてください、働いてください、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまは東京に立ち上がってから勝俣さんとし松中聡でございました。本日はお忙しいところ東京都県三条国県奥田地区の伊沢執行委員長をご参加いただきました。ありがとうございました。誠にありがとうございます。